い、元限界集落から地域おこしチャンネルの多田智義です。今回はですね、甘酒を、ちょっと作ってみたいと思います。甘酒はですね、結構免疫力がつくと、いうことも、言われているようで、非常にですね、体にいいんで、この自宅で、作ってみたいと思います。まず材料としてはですね、麹ですね。麹を使います。麹と、お湯で、簡単にできます。で、最初ですね、ちょっとお湯をこう沸かしていますが、こちら沸騰したお湯を沸かしています。お湯を沸騰させます。で、これ何に使うかというと、この容器ですね、容器を、消毒するために、ちょっとこう入れます。甘酒は雑菌が入るとあんまり良くならないということで、麹菌動くわけですが、他の菌が、入らないように、消毒するわけですね。沸騰したお湯に、つけます。はい。で、これで菌を殺します。これで雑菌が混ざらないということですね。あとこの柄杓ですね、これも、消毒しておきましょう。で、そして次にですね、60度のお湯ですね。はい。こちら今、56.7 度なので、これぐらいでいいと思います。60度弱ぐらいのお湯を用意しておきます。そして麹をちょっと組んでいきましょう。麹の量はこの容器の半分ぐらい、これ 800cc まで入るんですが、これちょっとちょっとメモリがついてるんですが、ちょっと透明で見えにくい、あれですね、メモリがついてまして、これ 800cc まで入るんで、これのところに 400cc まで入れます。うちはちょっと麹をたくさん作りすぎたんで、ちょっと麹を贅沢に使って麹だけで、作りたいと思います。そのお粥と麹を混ぜて、作る方法もありまして、そちらだと麹がちょっと少なくて済みます。そしたらあとはこの約60度のお湯をこちらに、入れます。これが60度を超えて熱すぎると、麹菌が死んでしまうということなので、必ず60度前後で、ちょっと60度よりちょっと低いぐらいがいいと思います。じゃあこんな感じになりますね。で、半分になりましたら、こちらの、ヨーグルトメーカーで、こんな感じで中に入れて、最後はですね、こちらを60度にセットして8時間ですね。これで、ボタンを押せば、あとはこれで8時間後に、完成します。はい、これで8時間経ちましたので、開けてみたいと思います。じゃじゃん。ちょっとこう振ってみましょうか。混ぜてみましょう。ちょっとこう、はい、ちょっとどんな感じになるか後で飲んでみたいと思います。はい、それでは甘酒を飲んでみたいと思います。はい、甘酒を飲みます。甘くて美味しいですね。美味しい。